鉄フレームは1957年の保存工事で追加されたもの。左端の四角の穴より燃料を投入し、その右の馬蹄型の穴より底を投入する。ニラ山反射炉は、静岡県伊豆の国市にある反射炉跡である。築造当時の形で現存する反射炉であり、1922年国の史跡に指定されている。ニラ山反射炉は、 伊豆の国市中寺なる滝入りに現存している反射炉の遺跡。高さ15.6メートルの連想2基で合計4炉で構成される。日本に現存する近世の反射炉は、このニラ山反射炉と萩反射炉のみである。また、世界的にも実際に中鉄の妖怪が行われた反射炉としては、世界で唯一現存する遺構とされている。1922年3月8日に、 敷地も含めて国の史跡に指定された。また、2007年、経済産業省により近代化産業遺産に認定されている。さらに2009年には、萩反射炉などとともに、九州、山口の近代化産業遺産群の構成資産として、ユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載され、2015年には、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、 石炭産業として正式登録された。2020年6月9日、伊豆の国市の調査によって、伊形を出し入れする、社地台と型乾燥小屋の遺構が発見されている。1840年のアヘン戦争に危機感を覚えたニラ山大館、江川英流は、解剖政策の一つとして、鉄砲を鋳造するために必要な反射炉の建設を、建議した。ニラ山反射炉は、 1853年の黒船来航を受けて、江戸幕府直営の反射路として築造が決定された。1853年、伊豆下田にて築造開始。翌1854年、下田に入港したアメリカ合衆国のマッシューペリー、艦隊の水兵が敷地内に侵入したため、築造場所が田形軍中村アザナルタに変更された。そのため、建造当時は、 中村反射炉と称されている。ニラ山反射炉と称されるようになったのは明治以降である。1855年、江川英龍が死去すると、後を継いだ息子の江川秀俊が築造を進め、1857年に完成した。江川秀俊は、ニラ山反射炉を築造するにあたって、1857年、築造途中だった北炉完成のために、佐賀藩で築地反射炉、 タフセ反射炉の築造に携わった、技師、田代孫三郎、杉谷養女以下11名を招き、技術協力を得た。1857年から1864年まで、反射炉本体での鋳造が行われる。1864年に閉鎖された後、1868年に、幕府直営から、江川家し営となる。以降風化が進むが1908年。 ニラ山村有志が反射炉敷地を買い、陸軍省に建納したことにより、陸軍省所管となった反射炉は再工事され、翌年に落成。以降、ニラ山反射炉保障会が維持、管理を行うこととなった。ニラ山反射炉は、連想に気温炉を備える反射炉であり、大砲を自力製造したことが特徴である。反射炉の設計は、悲芸人著。 ロイク王立製鉄大法鋳造所における鋳造法という乱所が参考と推測される。炉体は外側が伊豆石の礎石造り、内部が耐火レンガのアーチ石となっている。煙突も耐火レンガの礎石で、その高さは約15.7メートル。反射炉を取り立て日記によると、築造当時、煙突部分の表面は漆喰で仕上げられていた。 ニラヤマ反射炉では、中鉄製と制動製の大砲を製造した。種子の調査が行われているが、製造内容は確定していない。中鉄製18ポンド砲4門を製造、うち2門が死だ、銅性は5門以上製造との論文がある。ニラヤマ反射炉に関連する大砲は次の通り。なお、ドイムは、オランダの長さの単位で、2.57393636cm に、 相当するが、幕末の日本では一度イムイコール1センチメートルと定義されている。反射炉脇を流れる古川にいら反射炉では、鋳造した方針に頬穴をくり抜く、タガネ海作業に水車動力を用いたため、反射炉敷地脇を流れる古川を河川回収し、反射炉側へ流れを蛇行させ、取水口から気取りで水車に水流を供給した。世界遺産としては、 この回収した区間約144メートルも含まれている。次第に流化改作によって川床が下がったことから湖岸が石垣補強されたが、上流からのさすがや川岸の土砂崩れで取水口部分は渦漏れてしまった。なお、古川は一級河川に指定されているが、その起点は水車から排水された水流が再び川へ戻された合流点からとなっており、 流れを回収された箇所や、それより、上流の水源域は、巡洋河川扱いとなっているが、世界遺産に求められる、法的保護根拠としては、河川法が適用されている。ニラヤマ反射路ガイダンスセンター、ニラヤマ反射路を含む明治日本の産業遺産が、世界遺産に登録されたことを受け、世界遺産条約に基づきガイダンス施設の設置が、検討されたが、主たる、 構成資産が九州にあることから、伊豆の国市としては、独自に、ニラ山反射炉ガイダンスセンターを2016年12月11日に、反射炉脇に整備した。鉄骨造り平屋建て、608.51平方メートル。設計は INAA 新建築研究所。入館料は、反射炉入場料500円に含まれる。郵便番号410-2113静岡県。 伊豆の国市中寺なる滝入り268-1アクセス。ありがとうございます。